ハフダムは愛知県豊田市ハフ長期の平、矢作川、水系ともえ川に建設された、灌漑用の重力式、コンクリートダムである。ハフダムは、矢作川の下流西三川南部地域の国葬地帯を、灌漑するために建設された。矢作川は、昔から、五万国でも、岡崎様は、お城下まで船が着く、と歌われたほど、 水量豊かな川であったが、明治時代の中頃には、中流部で、明治用水や枝下用水など大規模な農業用水が開かれ、また、明治末期には発電所も次々と開発されるなど、水の利用量が増えてきた。こうした中、1944年1945年と、続いた大干ばつにも見舞われ、大きな被害を受けた、下流地域の農家から、 根本的な対策を求める声が高まった。そこで農林省が水不足を解消するため、国営の矢作川農業水利事業として、矢作川の支流である、もえ川上流の下山村に農業用の利水ダムとして建設された。1997年からは、岡崎市の上水道の一部にも使われるようになった。ハフダムは1952年4月から11カ年の、 年月を要して1963年3月に完成し、せき止められた人造湖は三河湖と命名された。1964年4月より管理が愛知県政三河農林水産事務所に移行している。ハフガムは愛知高原国定公園の玄関口にあたり、三河湖の愛称で親しまれて、新緑の春、キャンプの夏、紅葉の秋と観光客の来遊が多く、 湖面では魚釣り、ボート遊覧が楽しまれている。2005年、地元からの推薦によって、ダム湖である三河湖は財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖百選に選ばれている。ありがとうございます。